刑罰の一覧は、古今東西の刑罰を集め一覧としたものである。刑罰も、参照のこと。死刑は、受刑者を死亡させる刑罰である。方法としては、以下のものがある。公主大カナダ、ケベックでの最後の公開公司刑総勢38人の、数族に対する一斉公司刑執行の様子アメリカ、サンクエンティン州立刑務所のガス室これらの刑罰の、 共通点として人体を生きたまま解剖し細かな部位ごとに切除する点が挙げられ、こうした処刑方法を総称して解体刑と呼ばれることがある。処刑方法の中でもとりわけ残虐性、猟奇性の強い方法として後世に悪名を残していると言える。また、北朝鮮では死刑囚の足に大釘を刺して鼻に鉄線を突き刺した後、 住民たちが石をぶつけ、最後には執行人が銃を撃って処刑する、処刑方法がある。19世紀インドでの像による、処刑スペイン人に、馬による引き裂き刑で処刑されるトゥパクアマル2世、ローマのコロッセオで、ライオンの餌食にされるキリスト教都心体刑は、受刑者の体の一部を傷つける刑罰である。現在ではあまり行われていないが、イランサウジアラビアなど、 イスラム教の原理主義の強いところではよく行われている。この中には、かつての日本で行われていたものもある。聞かせたんかご自由刑は、受刑者の行動の自由を奪う刑罰である。地獄の損の一つ。ここから、頭と足だけ出した姿で広場に立たされる、タールバネの刑さらしだい肉体的な苦痛ではなく、 精神的苦痛を与えることを目的とする刑罰の一種で、近代まで行われていた。現代では実施している国はない。中世から近代にかけ、ヨーロッパで広く行われたサラシ刑。単独で成立する。共同体のルールを犯した者を、街の広場のサラシ台に縛り付け、それぞれの罪を象徴する、地軸の仮面や、地軸の帽子 地獄のマントといったアイテムをつけて、一定期間晒し物にし、市民の嘲笑を受けさせたもの。頭と足だけ出して、体を樽で密封する、地獄の損というものもあった。この、地獄の損は、後に手を加えられ、鉄の書状として、見せ物にされた。同業組合の規定を破った親方などは、広場で、鳥籠状の檻に閉じ込めて、建物などから、 声桶の上に吊るし、空腹に耐えかねて自分から声桶に落ちるまで、晒し物にした。また、手枷足枷をつけて、単純に晒し物にする方法も取られた。財産刑は、受刑者の財産を没収する刑罰である。追放刑は、受刑者の居住地域を制限する刑罰である。晒し、不義密通により、 公衆にさらされる男女、日本の礼儀と習慣のスケッチより、1867年、出版し中引き回し、日本の礼儀と習慣のスケッチより、1867年、出版他の刑罰に付加される刑罰。単独では成立しない。この刑は、強盗殺人を犯した者に対して起用された。ありがとうございます。